アポロ計画はアメリカ、1961年から1972年にかけて実施され、全6回の有人月面着陸に成功した。アポロ計画は人類が初めて有人宇宙船により地球以外の天体に到達した事業である。これは宇宙開発史において画期的な出来事であっただけではなく、人類史における。 科学技術の偉大な業績としてもしばしば引用される。冷戦下のベース宇宙開発競争の最中の1961年5月、アメリカ合衆国大統領ジョン・カイ・ケネディは、1960年代中に人間を月に到達させるとの声明を発表した。1969年7月20日、宇宙飛行士、ニール・アームストロング及びバズ・オルドリンが、 アポロ11号で月面に着陸したことにより、その公約は実現される。アポロ計画では、その後5回の月面着陸が行われ、1972年に全ての月飛行計画は終了した。アポロ計画は、NASA によるマーキュリー計画、ジェミニ計画に続く3度目の有人宇宙飛行計画であり、そこで使用されたアポロ宇宙船やサターンロケットは、 後のスカイラブ計画やアポロソユーズテスト計画で使用された。そのため、これらの後続計画もしばしばアポロ計画の一環であるとみなされている。アポロ計画では人間を月に送り安全に帰還させるという当初の目的を達成するにあたり途中で二つの大きな事故があった。一つはアポロ1号における予行演習中の発射台上での火災事故でガスグリソム。 エドワード・ホワイト、ロジャー・チャーフィーの3名の飛行士が死亡している。もう一つは、アポロ13号において、月に向かう軌道上で、機械船の酸素タンクが爆発した事故である。これにより月面着陸は断念せざるを得なくなったが、乗組員たちは、地上の管制官や技術者たちの援助と、そして何よりも彼ら自身の優れた危機管理能力により、 無事に地球に帰還することができた。アポロ8号で人間は初めて地球以外の天体の周囲を周回し、17号は現在までのところ人類が他の天体の上に降り立った最後の事例となっている。アポロ計画はロケットや有人宇宙船の開発に伴う関連技術の発展に拍車をかけ、特に電子工学や遠隔通信、コンピュータなどの分野において大きく貢献した。 またいくつもの部分から構成された複雑な機器の信頼性を検査するために統計的な手段を用いる手法を開拓するなど多くの工学の分野の発展にもつながった有人宇宙飛行のために必要不可欠な構成物であった事物や機器は文明、技術、電子工学の表彰として今も残されている。計画で使用された多くの事物や異物が 国立航空宇宙博物館をはじめとする世界各地の様々な場所で展示されている。アポロ計画は1960年初頭アイゼンハワー政権下においてマーキュリー計画の後継のプロジェクトとして着想された。マーキュリー宇宙船は一人の飛行士を乗せて低軌道を周回させることしかできなかったもののアポロ宇宙船では三人の飛行士を乗せつきを周回し、 さらに月面に着陸することが目標とされた。計画名は当時の NASA 長官、エイブ・シルバースタインがギリシャ神話の太陽神アポロンにちなんで名付けたものである。後に彼はまるで自分の子供に命名するような気持ちで名付けたと語っている。しかし NASA が立案を開始した時点では予算の見通しは立っておらず、特にアイゼンハワー大統領の友人宇宙飛行 1961年1月20日、ジョン・カイ・ケネディがアメリカ合衆国第35代大統領に選出された。選挙期間中、ケネディは宇宙開発やミサイル防衛の分野においてアメリカをソビエト連邦に優越たらしめることを公約としていた。宇宙開発を国家の威信の象徴とし、ミサイルギャップについて警鐘を鳴らすとともに、 アメリカをこれに勝利させることを約束した。しかし、この言葉とは裏腹に大統領に選出された後もケネディはアポロ計画について、彼は宇宙開発技術の詳細についてよく知らず、また有人月面着陸に必要とされる莫大な予算に対し二の足を踏んでいたのである。NASA の長官ジェームズ・ウェップが13%の予算増額を要求した際、ケネディは NASA の大型ロケットの開発促進は支持したものの、より大きなレベルでの決断は先延ばしにしていた。1961年4月12日、ソ連の宇宙飛行士、ユーリガ・ガーリンが、ボストーク1号で史上初の有人宇宙飛行を成功した。これを目の当たりにしたアメリカ国民は、ソ連との宇宙開発競争において、立ち遅れているという不安を増大させた。 ガガーリンの飛行の翌日に開かれた海ン科学宇宙航空学委員会ではアメリカがソ連に確実に追いつくことを目的とした緊急プログラムの指示を多数の議員が表明した。しかし、ここでもケネディは慎重な反応を示し、ソ連に対するアメリカの対応については明確にすることはなかった。4月20日にはケネディはリンドン・ジョンソン副大統領に覚書を送り、 アメリカの宇宙開発の現状と NASA に追いつく可能性を与えられる計画について検討するよう指示した。ジョンソンは翌日の返答で我々は未だ合衆国を世界の戦闘に立たせるためのいかなる最大限の努力も果たしていないし成果も出してはいないとの見解を示し、また友人月着陸の実現は近くはない将来であり、だからこそアメリカが世界で 初めて達成できる可能性があると結論付けた。1961年5月25日の上下院合同議会で月着陸計画の決定を発表するケネディ大統領1961年5月25日、ケネディは上下両院合同議会での演説でアポロ計画の支援を表明した。ケネディがこの演説をした時点ではアメリカは そのわずか一ヶ月前に一人の飛行士を宇宙に送ったばかりであり、しかもそれは砲弾のように単に上昇して下降してくる弾道飛行に過ぎず地球を周回する衛星軌道に乗ったものではなかった。NASA の関係者の中にさえケネリのこの公約の実現性を疑う者がいた。1969年の終わりまでに人間を月面に着陸させるというケネリの挑戦に応えるためには、 平時には、いかなる国も実現したことのない規模の技術面での、躍進的な進歩と、巨額の予算とが必要とされた。アポロ計画は、ピーク時には40万人の従業員を雇用しており、アポロ計画をサポートしていたのは2万以上の企業や、大学に及んでいた。ライス大学で、アメリカの宇宙計画について演説する、ケネディ大統領。1962年9月12日ケネディが、 アポロ計画の到達点を明確に定義したことにより、技術者たちは、この設定された目標に対し、生命への危険やコスト、あるいは技術や飛行士の能力への要求を最小限に抑えるための飛行方式を決定する必要に迫られることになり、その結果以下の4つの案が検討された。アポロ計画初期の段階での直接効果及び地球周回ランデブー方式の 宇宙船のイメージ1961年の初めまでは、NASA 内部では直接降下方式が指示されていた。多くの技術者たちにとっては、地球周回軌道上においてすらいまだ行われたことの、内ンデビューやドッキングを、月周回軌道上で実現させることへの不安が大きかった。しかしながら、ラングレー研究所のジョン・フー・ボルトなどの反論者たちは、老方式によって得られる。 大幅な重量削減という利点を強調した。60年から61年にかけ、フーボルトはローこそが最も確実で実践的な方式であると各方面に訴えて回った。ナサ内部の階級を飛び越え、副長官のロバート・シーマンズのところにも一連の文章を送った。フーボルトはシーマンズが以前、 いろいろと雑音を発する者がいるなどと発言していたことを知っていたが、老方式を検討から外すべきではないと嘆願した。そんな中で、シーマンズが1961年7月にゴロビン委員会を立ち上げたことが、計画の方針を決定する一つの転機となった。この特別委員会には、アポロ計画で使用すべきロケットが推薦されることになっていたが、その判断をするためには、 まず月着陸の方式を決定することが重要な要素であると考えられた。委員会は当初地球周回方式と月周回方式の根性案を推薦していたが、フーボルトラの影の働きかけもあり、同方式の検討が着陸方式の実現可能性を公表する際の重要な役割を果たすようになった。1961年の終わりから1962年の初めにかけ、 ヒューストン有人宇宙センター内の NASA、宇宙任務グループも老指示に意見を変え始め、マーシャル宇宙飛行センターの技術者たちもやがて、月周回ランデブー方式のメリットを確信するようになり、彼らの方針転換は1962年7月にウェルナー・フォン・ブラウン博士によって飛行式に発表された。NASA が老方式採用を正式に表明したのは、同年11月のことであった。 これについて、宇宙開発史研究家のジェームズ・ハンセンは、もし1962年に顔面ななさが、このささやかな変更を受け入れなかったとしても、アメリカは月面に到達していただろうが、ケネリが公約した、1960年代中に月に到達させるという目標は、ほぼ確実に達成されることはなかっただろうと述べている。ちなみに、老方式への変更はずっと後になって、 アポロ13号が月軌道の途中で酸素タンクの爆発事故を発生させたとき、基地と出ることとなった。もしこのとき、独自の生命維持装置を持つ月着陸船が存在していなければ、飛行士たちは確実に命を落としていたところであった。詳細はアポロ宇宙船を三正月を周回するアポロ指令、機械船月周回ランデブー方式が採用されたことにより、 アポロ宇宙船の基本的なデザインも決定された。宇宙船は全体として2つの大きな部分から構成されている。飛行士はそのうちの指令、機械船で飛行中の大部分の時間を過ごし、月着陸船で月面に降下し、また戻ってくる。詳細は、アポロ司令、機械船を参照指令船は円錐型をしており、3人の宇宙飛行士をガツ軌道に乗せ、 また宇宙から帰還させ、海上に着水するように設計されている。CM に搭載されている。主なものは、反動姿勢制御装置、ドッキング用トンネル、後方装置、誘導コンピューターなどである。CM の下部には、メインロケットや、姿勢制御用ロケット及びその燃料。燃アポロ15.1617号では、各種科学測定装置なども搭載されていた。 機械船は飛行中のほとんどの時間を指令船に接続された状態にあり、大気圏に再突入する直前に投棄される。指令船底部には、再突入時の激しい高温から機体及び乗員を保護する耐熱シールドが貼られており、再突入時にはパラシュートを展開して、十分に速度を落とした後、安全に海洋上に着水する。CSM 開発の契約は、宇宙工学者、 ハリソン・ストームズをリーダーとするノースアメリカン航空が獲得した。同社と NASA の関係はアポロ計画の進行中、特に飛行士3人を犠牲にしたアポロ1号の火災事故が発生したことなどにより緊張したものになった。事故の原因は司令船内の電気配線のショートによるものであると断定されたが責任の所在は混沌としており、調査委員会は司令船の設計、 技術、品質管理において欠陥が存在したと結論付けている。詳細は、アポロ月着陸船を参照月面上の月着陸船月着陸船は、月面への着陸と指令、機械船が待機する月周回軌道までの期間のみを目的に設計されている。地球の重力圏では運用しないことが前提である。ため、耐熱板は限定的なものであり、 また徹底して軽量化が図られている。定員は2名で、上商団と加工団の2つの部分から構成されている。加工団には、開発契約はグラマン社が獲得し、トム・ケリーが計画全体を監督するが、着陸船は開発の遅れという個別のトラブルを抱えることとなる。各種試験の遅延のために、アポロ計画全体の進行にも深刻な影響を、 与え始め、LM は、お荷物とさえ呼ばれることとなった。このため NASA は、当初は8号で行われるはずだった、有人試験飛行を9号に延期せざるを得なくなった。フォン・ブラウン博士に率いられる技術者たちのチームが、アポロ計画を立ち上げた当初、ロケットは、どのようなものを使用すべきかという点については、不透明であった。このうち直接効果方式を採用するためには、 計画中のノバのような巨大なペイロードを持つロケットが必要だった。やがて NASA が月周回ランデブー方式の採用を決定したことにより、マーシャル宇宙飛行センターは、サターン i b 及びサターン v の開発へと向かうこととなった。これらのロケットはノバと比較すれば小型であったが、同時期の他のロケットより、はるかに大型であり、特にサターン v は、 初打ち上げから40年以上が経過した2013年現在においても実用化に至った最大のロケットの座を保持し続けている。詳細はサターン V を参照アポロ11号の搭乗員たちを乗せて月へと向かうサターン V。1969年7月16日アポロ6号で報道人向けに公開されたサターン V 図解サターン V は 三段のロケット及びその三段目最上部に搭載された自動飛行制御装置によって構成されている。第一段 SIC は十字型に配置された5機の F-1 ロケットエンジンを搭載し、全体で約3400トンの水力を発生する。燃焼はわずか2分30秒で終了し、機体を時速約9600キロメートルにまで加速する。開発期間中。 深いマイナス1はずっと燃焼の不具合に見舞われてきた。エンジンへの燃料の供給がスムーズに行われなければ水力の揺らぎが発生し、やがてそれは大きな振動となってエンジン自体を破壊してしまう。この問題は燃焼中のエンジンの内部で小規模な爆発を発生させて燃焼のばらつきを相殺するなどの数多くの実験を行い、試行錯誤を積み重ねた結果、 最終的には解決された。第二弾 S2 は5機の j にロケットエンジンを搭載し、およそ6分間の燃焼で機体を、時速約2万4 0 0 0トル、高度1 8 5キロメートルにまで到達させる。その後は、第三弾 S イブブが引き継ぎ、宇宙船を地球周回軌道に乗せる。S イブブには j、j にエンジンが1機だけ搭載されていて、軌道上で再点化して、 月へと向かう軌道に乗る。詳細は、サターン IB を参照。サターン IB は、初期のサターン I の発展型である。第1弾は8機の H-1 ロケットエンジンを搭載し、第2弾には、サターン V の第3弾と同じ S、i ブブロケットが使用される。第1弾の水力は725トンしかないが、アポロ指令、機械船及び月着陸船を地球周回軌道に、 乗せる能力を持っている。サターン IB は各種の試験飛行及び宇宙ステーションスカイラブへの自民の搬送、そしてアポロソユーズテスト計画で使用された。1973年には SEV 部を改造したスカイラブがサターン V によって打ち上げられた。1967年9月、テキサス州ヒューストンの有人宇宙センターは月面着陸に向けた一連の飛行計画を 発表した。以下の A から G の7種のミッションは、それぞれ宇宙船の特定部分の性能や手順を確認するためのもので、次の段階に進むためには、全段階の成功が必要であった。後にはこれらに加え、短期間の滞在のうちに2度の月面船外活動を行うミッション H が追加され、ミッション J はアポロ15号から17号において実施されたものの、 続く18号から20号までは計画自体がキャンセルされた。またこれに先立ち、機械船に科学測定装置を搭載し、軌道滞在中に各種観測を行うミッション合も計画されていたが、18号以降のフライトがキャンセルされたことにより JR に吸収され、15号から17号において実行された。アポロ計画のための準備は、 有人飛行が行われる以前に始まっていた。サターン・アイの試験発射は1961年10月に始まり、1964年9月まで続けられた。このうちの3回の飛行では、模擬の指令、機械船を搭載していた。また、1963年と1965年には、宇宙船の緊急離脱用ロケットの発射実験が、ホワイトサンズミサイル基地において行われた。 公式にアポロの名が冠されているものの中で無人試験飛行が行われたのは4、5、6号のみである。アポロ4号はサターン V の初の試験飛行で1967年11月9日に行われた。これはジョージ・ミューラーが提唱した前段一斉試験方式を例称するものであった。それまでは開発中の多段式ロケットの発射試験をする場合は、 各段を別々に行うのが通例だったが、サターン V では初めて前段を一度にまとめて発射した。実験は極めて常守備に終わった。およそ 6km 離れた地点からその様子を中継していた CBS キャスターのウォルター・クロン・カイトによると、あまりにも強烈な騒音と振動で天井のタイルが剥がれ落ち、窓が激しく揺さぶられたため、窓ガラスが割れないように手で押さえながら、 中継を続けなければならなかったという。この実験により、サターンの発射時には近辺にある構造物を振動から保護するための対策が必要であることが明らかになった。これ以降は発射台に直接干渉機構を設置するようになり、これによって騒音と振動は大幅に低減された。アポロ計画最後の無人試験飛行は6号で、1968年4月4日に発射され、 約10時間後の21時57分21秒、アトックに地球に帰還した、アポロ11号で月面に立てた正常期の傍らに立つバズオルドリン飛行士、旗の上辺に針があるが、これは大気のない月面上で旗を展開しておくためのもので、ある有人飛行は、すべて船長、司令船操縦士、ガツ着陸船操縦士の3名によって行われた。 月面着陸をする際には、船長と着陸船操縦士のみが降下し、司令船操縦士は、その間付き、周回軌道上で待機していた。アポロ計画における最初の有人飛行は、1968年10月11日に発射されたアポロ7号であった。計画の目的は、アポロ1号の死亡火災事故を受けて、全面的に再設計された。 司令船を地球周回軌道上で11日間にわたって試験することであった。サターン IB ロケットが人を乗せて打ち上げられるのも、またアメリカの宇宙開発において3人の飛行士が同時に宇宙に行くのも、この飛行が初めてであった。1968年の夏頃には、この年に行われるアポロ8号の飛行には、月着陸船の完成が間に合わないことが明らかになった。 そのため NASA は計画を変更し、8号を単なる地球周回軌道に乗せるのではなく、月に向かわせ、クリスマス期間中に月を周回させることを決定した。これは当時のアポロ宇宙船計画室マネージャーだったジョージローの発案によるもので、しばしばこの変更はソ連が友人のゾンド宇宙船で月を周回しようとしていることに対抗したものであると言われることがあるが、ソ連に そのような計画があったことを伺わせる証拠は存在しない。NASA はもちろんゾンドの飛行を知ってはいたが、ゾンド計画の時期とアポロ8号の決定に関する NASA の広範囲な記録は必ずしも一致しない。結局のところ8号の計画変更は別に月飛行でソ連に先を越されることを恐れたからではなく、単に着陸船の開発の遅れに起因するものと見るのが妥当である。 1968年12月21日から69年5月18日にかけて NASA はサターン V を使用して3度の有人飛行を行った。それぞれの飛行はすべて3人の飛行士が乗り組み、あとの2つは着陸船も搭載していたが、月面着陸を目標とするものではなかった。続くアポロ11号で人類は、 地球の歴史上初めて地球以外の天体の上に降り立ち、船長ニール・アームストロングは有名な以下の言葉を残した。月面に降り立った最初の人類となるニール・アームストロングを捉えた搭載カメラの映像1972年12月13日、アポロ計画における最後の月面活動を行うハリソン・シミット飛行しまた次の12号は成功したものの13号では、 機械船の酸素タンクが爆発するという事故が発生した。これにより月面着陸は中止せざるを得なくなったが、3人の飛行士は無事に地球に帰還することができた。その後の14号から17号までの飛行はすべて成功し、特に最後の3回では月面車を利用して広範囲に月面を探索する前日のミッション J が実行された。 最後の17号は1972年12月7日に発射され12月19日無事地球に帰還した。船長友人サーランは2020年現在最後に月を離れた人間であるアポロ計画の成功を受け NASA 及びその関連企業はアポロのハードウェアを利用した月飛行後の応用計画についていくつかの案を検討した。アポロ拡張計画と呼ばれたこの計画では 地球周回軌道を回る13種類の案が提示されていた。そのうちの多くはサターンロケットの月着陸船が搭載されていたスペースに科学機器を乗せて打ち上げるというものであった。これらのうち実現されたのはスカイラブ計画とアポロソユーズテスト計画だけであった。スカイラブの機体はサターン IB の第2弾を改造して作られ月着陸船をベースにした。 太陽望遠鏡が設置されていた。本体は一部を改造されたサターン部位によって、軌道上に打ち上げられ、3名の乗組員は、サターン IB に搭載された指令、機械船で地上とラブの間を往復した。最後の飛行士が機体を離れたのは1974年2月8日のことで、スカイラブは、その後1979年に、予定よりも早く大気圏に再突入して分解した。 アポロ計画に関わった物体としては、その時点においてこれが最も古いものであった。アポロソユーズテスト計画は、アポロの指令、機械船及び今回のために特別に開発されたドッキングモジュールが地球周回軌道上でソ連のソユーズ宇宙船とドッキングするというものであった。計画は1975年7月15日から24日にかけて行われたが、ソ連は この飛行の後も、ソユーズや宇宙ステーションサリュートなどを使って、有人宇宙飛行を継続したのに対し、アメリカは1981年4月12日に、スペースシャトルコロンビア号が初飛行を行うまで、人間が宇宙に行くことは中断されていた。詳細は、ガツの石を参照アポロ計画では、総量で3 8 1 7ラムの岩石、その他の物質が、 月面から持ち帰られ、そのほとんどは現在はヒューストンにある月資料、研究所に保管されている。放射年代測定によれば、月面で採集された岩石は地球上のものと比較して全体的に極めて古い。その範囲は約32億年前から46億年前まで確認されている。従って、これらは現在の地球上ではほとんど失われてしまった。 太陽系誕生初期の資料であると見られている。アポロ計画全体を通して採取された岩石の中で重要なものの一つに15号でジェームズ・アーウィン飛行士とデビッド・スコット飛行士が持ち帰ったジェネス・ロックと呼ばれているものがある。社長石と呼ばれる。この石はカルシウムを豊富に含んだ長石によってほとんどの部分を構成されている肺長石の鉱石で、 月面の高地の近くのサンプルであると考えられている。この中からは地球科学でクレップと呼ばれる地球上には存在しない物質が発見された。クレップや社長岩などのサンプルは月の外角表面がかつてドロドロに溶けた状態であったという仮説の根拠となっている。採取された岩石の大部分は衝突にさらされた痕跡を有していた。例えば多くのサンプルの表面には 微小隕石が衝突したことによる極小のクレーターが確認されている。これは厚い大気の層に阻まれた地球上の岩石には見られないものである。また多くのものには隕石が衝突した際に発生した高圧の衝撃波にさらされた形跡が残されており、中にはインパクトメルト、すなわちクレーター周辺で衝撃により誘拐した物質から構成されたものもあった。 そして月面から持ち帰られたすべてのサンプルは、繰り返し衝突の衝撃にさらされることによる、核歴化が進行していた。こうした月の岩石の分析結果は、月が誕生した原因を地球に、火星程度の天体が衝突したことに求める、ジャイアントインパクト説の論旨と合致するものである。1966年3月、NASA は議会に対しアポロ計画で人間を月に送る。 ためにかかる費用は13年間で総額227億1800万ドルに達すると報告し、また実際それは1969年7月から1972年12月にかけて6度の月面着陸を成功させるという成果となって現れた。NASA の歴史に関するウェブサイトを管理するスティーブ・ガーバーによれば最終的に アポロ計画にかかった費用は1969年当時で200億ドルから254億ドルになるという。また、アポロ宇宙船及びサターンロケットにかかった費用は2005年度換算で830億ドルで、この宇宙宇宙船が280億ドル、サターンロケットが460億ドルであった。当初の予定では、アポロ計画は20号まで行われるはずだったが、 NASA の大幅な予算削減及び、サターン V シリーズの後続生産が打ち切られたことにより 18.、18.1920号の飛行はキャンセルされ、それらの予算は、スペースシャトルの開発及びスカイラブ計画に回されることとなった。残ったサターン V は、1機が1973年にスカイラブを打ち上げるために使用され、残りの2機は、 フロリダ州ケープカナベラルのジョンカイケネディ宇宙センター、アラバマ州ハンツビルのマーシャル宇宙飛行センター、ルイジアナ州ニューオリンズのミシャウド組み立て施設、テキサス州ヒューストンのリンドンージョンソン宇宙センターなどに分割して、現在も展示されている。アポロ計画は多くの技術分野を刺激した。アポロ誘導コンピュータは、ミニットマンミサイルの開発ともども、 初期の集積回路研究の推進力となった。また、燃料電池はこの計画によって初めて実用化され、CNC による機械工作もアポロの構造部品製作に際して開拓された分野であった。いくつかの国ではすでに有人月飛行が計画され、また、月面基地の建設を目指す宇宙機関もある。史上初の月面着陸を成功させた。 アポロ11号の船長ニール・アームストロングは、しばしばマスコミから、将来の宇宙開発の展望について質問されている。2005年にはそうした質問に対して、様々な課題はあるかもしれないが、1961年のアポロ計画スタート時に、我々が直面したほど困難で、かつ大量の問題にはならないのではないかと答え、火星への有人飛行は1960年代の、 月面着陸よりは容易になるであろうとの見解を述べた。2004年1月14日、大統領ジョージ・ W ・ブッシュは演説の中で2020年までに宇宙飛行士を月面に到達させることを含む新たな宇宙開発の展望のコンステレーション計画を発表した。計画では2010年に退役する現行のスペースシャトルの後継としてオリオン宇宙船が挙げられており、 その空力的な形状はアポロの司令船に極めて近い。NASA の前長官マイケル・ D ・グリフィンは、オリオンを増強版アポロと表現し、雑誌、ニューサイエンティストは、オリオン計画はアポロ時代の技術に先祖返りした程度のもの、との批判があると伝えているが、一方で、オリオンの操縦席の軽機版や熱遮蔽板などでは、新技術が使用される予定だった。 コンステレーション計画のうちアポロ計画の設計に最も似通っていたのはオディオンを軌道に乗せるために設計されたアレスアイの上段ロケットである。このロケットのエンジンにはサターンシリーズで使用された J-2 を改良した J-2X の使用が計画されていた。J-2X を開発するにあたり NASA の技術者らは博物館でアポロ時代の資料を研究し、 また実際にアポロ計画に従事した技術者たちに意見を求めたコンステレーション計画の責任者ジェフ・ハンレーは月面への着陸及びそこからの離陸に関する技術的問題は相当程度にわたってすでに解決されているこれらはアポロ計画が我々に残してくれた遺産であると述べたアポロと同様オリオンは月周回ランデブー方式を取るが 月着陸船アルタイルはアレス V ロケットによって別個に打ち上げられる予定だった。このアレス V はスペースシャトルやアポロ計画の技術をもとにして開発される予定だったロケットである。そしてスカイラブ計画で行われたように地球周回低軌道上でオリオンとドッキングする。アポロ計画からの変化としてはオリオンでは全ての飛行士が月面に降下し軌道上には 無人の宇宙船が待機するという点がある。また探索する地域は、アポロ計画ではもっぱら赤道付近が中心だったのに、対し、コンステレーション計画では国地方に重点が置かれ、アポロ計画では用いられなかった、地球周回ランデブー方式も使用が検討されていた。2010年、バラク・オバマ大統領によりコンステレーション計画は中止された。1968年のクリスマスイブに、 アポロ8号が行った月面からのテレビ中継は、その時点までになされた報道の中で最も広範囲に伝えられたものであった。また、アポロ11号による人類初の月面着陸は、全世界人口の5分の1がテレビ中継を通じて見守ったと言われている。日本で NHK 総合テレビが百六十九年七月十六日十一時十五分から十五分間、 放送した報道特別番組アポロ11号発射は43.8%のまたイーグルの月面着陸を報じた21日7時からの朝のワイドニュースは45.4%の視聴率を記録21日11時台の総視聴率は 46%12 時台のそれは 62%NHK の調査では日本では昼間となった アポロ11号による人類初の月面着陸をテレビ同時中継で見た人は 68%21 日中に他の番組で見た人を含めると91%に達したアポロ計画40周年の記念事業の一環として NASA はアポロ11号の月面着陸時の放送データ復元を実施している十一号の月面歩行の様子を撮影したオリジナルの実機テープは 行方不明になっていたが、3年間にわたる徹底的な調査の結果、テープは一旦消去した上で、他の衛星データの記録に使用されたため、元データは完全に消去されてしまったと結論された。アポロ計画に続く時期、NASA では時期テープが不足したため、アメリカ国立公文書記録管理局から大量のテープを持ち出して、新しい衛星のデータを記録しており、 テープの創作には NASA のテレビ担当者ディックナフツガーや月面カメラの設計をしたスタンリーバーなども加わったが結局アームストロングが月面に足を下ろした瞬間を記録した元テープは失われたと結論された一方月面着陸の様子を撮影した特別仕様のカメラとテレビ中継映像の企画の違いからテレビ放送用に変換された映像が テープに記録されていたため、11号について現存する法映時のデータが23万ドルをかけて収集、編集されることとなった。このデジタル復元作業はナフツガー及び修復を専門とするローリーデジタル社が担当し、ノイズやカメラブレなどを歴史性を損なわずに除去するなどの作業が2009年9月の完了を目指して実施される。ローリーデジタル社が 修復作業をしている映像は、オーストラリアや CBS ニュースの保管庫、ジョンソン宇宙センター内で記録されたキネスコープ映像などから収集されたものである。復元される映像は一定のデジタル処理を施した白黒映像であり、音声に関しては手を加えられない。17号で撮影されたザブルーマーブルと呼ばれる地球の前景写真、上部にアフリカ大陸北部とアラビア半島が、 はっきりと映っている。我々は月を探査しに行ったのだが、実際には地球を発見することになった月からの地球ので、私が知っているすべてのもの、私の人生、私が愛したもの、海、それらすべての世界が、今私の親指の後ろに隠れてしまう多くの飛行士が、遠く離れた宇宙空間から地球を見るという経験から、新人な心理的影響を受けたと語っている。アポロが残した、 最も重要な遺産の一つは地球が壊れやすい小さな惑星に過ぎないという陳腐とはなっても未だ普遍的とは言い難い認識である。これは月面上から撮影された写真を通じて伝えられ中でも8号の飛行士が撮影した地球の出と17号の飛行士が撮影したザブルーマーブルと呼ばれるものが有名である。これらの写真は多くの人々にとって 環境保護への動機づけになったと指摘される。ありがとうございます。